7日土曜日、ゴールデンウィーク終わりの、土曜日、京都駅です。日差しも強くて青空でも空気はさっぱりしてて気持ちいいです。珍しく京都駅の八丈口の方に来ました。今日はこれから京阪バスに乗って、出かけたいと思います。かなり多くの人が、おりました。こんなに賑やかなところにあるとは思いませんでした。いやー、この交差点も大石神社前、ここ左でしょうか。とりあえず歩いてみます。いや、天気がいいけれど神社はいい雰囲気ではないです。再び石碑がありました。義士大石義親軍居跡岩屋寺、左大石屋敷、左でしょうか。その前にでも、この隣に鯉のぼりが泳いでいる鳥居が見えるので、もしかするとこれが大石神社か。いやー、空も青くて風もあり、でも日差しが強い。あ、どうも大石神社のようです。そうかな、本当にあったって。お寺と神社が、いくつも並んでいる場所です。この今日の目的地は大石神社と岩屋寺、岩屋寺、どちらでしょうか。行ってみたいと思います。新緑の季節。靴は実は今日おろしたてのコロンビアのトレッキングシューズです。トレッキングは大げさかな。ハイキング、ウォーキングよりかは少し、頑丈になっている、ものです。非常にふかふかします。さて、大石神社、やはり4月14日と12月14日には、例祭があるようです。この神社は実は、厚労省の時代には全くなかったというかもので、1935年昭和10年に、浪曲師の、吉田奈良丸という人でしょうか、らによって建てられた、神社です。全く人気はないです。脇から入ってしまったようです。